なんで俺家にいるんだ？お前は倒れたんだよ。勝てもしない相手に突っ込んで、天津さえ、勝つためとはいえ渇きを訴えていた吸血鬼に自分の血を吸わしたんだからな。そうだ、今フランは？大丈夫なんですか？今はもう落ち着いてる。が、念のためあの子の姉に見張ってもらっているところだ。君は自分が何をしたのかわかってるのか？わかっているつもりです。それじゃあ彼女。フランドールが本人にも抑えの効かない吸血衝動に襲われたら君は責任を取れるのか？君に何回も口を酸っぱくして言ったはずだけど、吸血鬼にとって人間の生き血はどんなワインよりも美味で、どんなものよりも中毒性が高いんだぞ。それを今まで輸血パックや、動物の血で代用して生きてきた吸血鬼に君は与えたんだぞ。そのことをちゃんと理解して、自分のしでかしたことを反省すること。先生はそう言うと、部屋から出て行った。大丈夫そうですか？あら、あなたの方はもう大丈夫なの？ええ、まあなんとか。出血と血が減ることにはそこそこ慣れてるので。慣れてどうにかなることでもないのに、吸血鬼狩りも大変ね。まあ、そうですけど、こうして動くくらいならできるようになりましたから。それはあなたが無理をしているだけじゃないの？どうなんでしょうね。それより、あなたとフランが会った吸血鬼ってどんなやつだったの？どんなですか？薄いピンク？ベージュ？っぽい色の髪で、貴族みたいな服を着た男の吸血鬼でしたね。あなたってもしかして説明下手？まあ。でも、その特徴に当てはまる吸血鬼を私は一人知ってるのよね。そうですか。あら？気にならないの？少し自分語りになるんですけど、あいつは多分俺の家族の命を奪った吸血鬼なんですよ。俺はずっと仇を討つため、あいつを探し出すために吸血鬼狩りをしていたんですけど、フランと出会って、吸血鬼にも家族や大切なものがいるってことを知って、自分のしてる誰かを巻き込んでの復讐は良くないってのを教えてもらったんですよ。私は復讐がダメだとは思わないけどね。よく復讐は何も生まない復讐なんてあいつは望んでない。っていうやつがいるけど、私は自分がスッキリすればそれでいいと思うのよね。俺もそう思いますよ。今だって俺は復讐することを諦めたわけじゃないですから。ただ、他の吸血鬼はなるべく放っておこうって思えるようになっただけで。ま、あなたが復讐するしないは置いておいて。私も当分ここでお世話になるから。なんとなく思ってましたけど、やっぱりそうですよね。にしても、私が必死に探している間にフランは千秋の家でのんびりしてたとはね。だって、お姉様が私を探してるのに、私もお姉様を探してたら入れ違いになるかもって思ったから。一つ気になったんだけど、フランはあれからあんまり血を飲みたいって言わなくなったけど、もう大丈夫なのか？大丈夫ではないけど、今は元に戻ったって感じかしら。それならいいけど、千秋があんまり気に病むことないよ。あれは私のわがままだったんだから。そうね。吸血衝動は吸血鬼にとっての生きる本能に近しいものだから、人間。ましてや吸血鬼狩りのあなたが自分のせいだと思う必要はないわよ。吸血鬼がまた増えた。は？いや、前に昨夜も会ったフランの姉もうちでかくまうことにしたんだよ。だんだん、当初の千秋とは離れ始めてるわね。そうでもないだろ。俺の目的は未だ変わってないから。千秋の先生から聞いたけど、千秋が狙ってる吸血鬼に会ったんでしょ。あったよ。あったけど、俺は人間に同行できる相手じゃないって思い知らされた。らしいわね。叶うのならその吸血鬼に私たち以外の吸血鬼狩りをどうにかしてもらいたいものね。ま、吸血鬼狩りの方は先生がどうにかしてくれるだろ。そうね。本当に千秋のところの先生がまともな人でよかったわ。吸血鬼狩りなんてしてる奴にまともを求める方がおかしいけどな。本当に増えてる。ああ、この間のメイド服の人だ。誰？人数多くね。まあ、昼間も話したけど、そっちがフランの姉のレミリア。もしかしてその人も吸血鬼狩り？そう。俺や先生と同じで変わり者の吸血鬼狩り。あなたはともかく、私が変わり者ってのは失礼じゃない。いや、でも、どっちもどっちだと思うよ。まあ、そもそも吸血鬼狩りなんて変人しかいないものね。そうそう。その中でも俺たちはこうして吸血鬼と仲良くしてるから、ひときわ変わり者なんだよ。100歩譲って私も変人なことは認めるけど、だとしても一番変なのは千秋だからね。それは私も思う。確かにね。時間も時間だから、私が夜ご飯作るけど、千秋は先生を呼んできてくれないかしら。了解。先生。いつまでその服でいるんですか？いや、この服が一番楽だから。まあ、後で着替えておいてくださいね。それはそうと昨夜が晩ご飯作ってくれてるのでみんな一緒に食べないですか？お、昨夜の作るご飯を久しぶりに食べれるんだ。それにしても、くんは吸血鬼に好かれるんだね。そうですか？フランやレミリアもそうだけど、あの吸血鬼。
ルベルにも気に入られたそうじゃないか。あいつ、ルベルって言うんですか。ま、君としてはいろいろ複雑だろうけど、彼も彼で吸血鬼を守るためだったんだろうね。俺の家族の命を奪ったことにどんな理由があろうと、俺は許せないですけど、俺も。俺で吸血鬼の命を奪ってきた立場なので、あいつのことを一方的に恨むことができなくなったんですよね。そう思える狩人になってくれて私は本当に嬉しいよ。それじゃあ、昨夜の料理を食べに行こうじゃないか。その前にちゃんと服着替えてくださいね。あ、うん。わかった。